じる。この向こうに何かいます。ひゃー！引き返しましょう、引き返しましょう。まずいです。これは本当にまずいですよ。そんなに怖がらないでよ、ルシルちゃん。弱気になっちゃうよ。本当に引き返してもいいんだぞ。どうする？突入するのか？行きましょう、ロジーさん。デュークさんの仇を取るんです。やめとくべきですってば。こうなったら腹をくくるか。じゃあ行くぞ。襲ってこないな。どうしたんだ。我らが眷属を狩る者よ。しゃべった。我らは生命の頂き、無駄と知り、なぜ挑む。すみません。あなたたちがいるとみんなすごく大変なんです。俺たちの生活に影響するんだ。悪いけど容赦はできない。それが摂理である、人の声を。あんたは何が目的なんだ。多くは語るまい。ただ全力で武器を取るがいい。古よ、生物の対話はただ一つ、戦いだ。武勇か無謀か、その身で答えてみせよ。一息つくか。空から殲滅します。行くぞ。よっ。行くぞ。終わりだ。プレゼントよ。これで大丈夫だ。まだまだこれからだよ。俺が受ける。うなれ空よ。大丈夫だ。響き大地よ。やめて。空から殲滅します。行くぞ。よっ。プレゼントよ。丸見えだぜ。はい。ここで一気に。任せとけ。見せてやる。唯一無二の錬金剣を受け取れ。剣術と剣技の融合、これが究極の形だ。これも定め。黄昏よ。無事に終わったな。一体何だったんでしょう。普通の竜とは明らかに違いましたよね。さあな。あまりしっかりした手応えがなかったし、本当に倒せたのか。あいつは一体何をしに戻ってきたんだろうな。